君は時の涙を見る。はい、ポンズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう目の前にありますけれども、メタルビルドフリーダムガンダムコンセプト2スノースパークルバージョン。はい、こちらね、魂ネーション2023の限定商品となります。はい、私ね、これをね、プレミアムバンダイの抽選販売で当選して購入できました。はい、それがね、本日届きましたんで、こちらを開封していきたいと思います。まずはね、とりあえず箱を見てみましょうか。はい、一応ね、取り出しました。はい、めちゃくちゃデザインかっこいい。この箱の自体でめちゃくちゃかっこいいな、このデザイン。すげえかっけえ。この箱の状態でも飾りたいぐらいだけれどもね。はい、とりあえずね、箱のこの外観をね、一周回してみたいと思います。はい、一周回してみましたがね、側面とか裏はね、まあ、至ってシンプル、シンプルだけどおしゃれ。はい、そんな感じですね。では早速、これね、アウターケースなんですよね。今見てるのはアウターケース。インナーケースをね、見てみますか。はい、インナーケース、めちゃくちゃかっこいい。なんだこれは。いや、すごいね。でこちらもね、ちょっと回転させてみたいと思います。はい、外観をね、一周回してみましたがね、いや、これはちょっと期待しちゃっている自分がいる。はい、ということでね、では早速中身見ていきましょう。はい、ではね、外箱を開けましたんで見ていきましょう。まずはね、ブリスターケースのやつから。はい、こんな感じですね。オプションパーツとかだよね。で、これ二重底になってて、はい、こちらがね、台座ですね。いや、台座がちょっとミラーリングみたいになってるね。鏡面反射してます。はい、裏はこんな感じ。台座がこんな感じね。ここはね、鏡みたいになってますね。いや、すごい。本体が入ってるのがこちら。パンとね、まあこんな感じでいつも通りですね。はい、はい、こんな感じです。いやー、全然見えない。はい、では早速こちらをね、本体取り出したいと思います。はい、本体をね、とりあえず先に出しました。はい、見てみましょう。こちら、いや、これめちゃくちゃかっこいいな。なんか顔がすげえ凛々しくできてる。うわ、かっこいい。このフリーダムめっちゃかっこいい。いや、いいね。で、塗装もね、ほんとスノースパークリング、スパークリングまではいかないけど、スパークルでいいのかな。まあ、要は雪のような色合いって感じだよね。いや、綺麗、すごい綺麗。いや、すごいな。もう足とかはね、もうスタイリッシュですね。いや、すごい、これは。何より顔がね、想像以上にかっこいい、これ。うわー、これはいい。はい、ではね、兵装の方ですね。そちら、武器の方見てみましょう。こちら、はい、
こちらがね、ルプスビームライフル、あ、これもね、色がやっぱり変わってますね、通常のやつより。まあ通常のやつ持ってないんでね、なんとも比べようがないんですけれども、色合いがすごいいいですね。で次が、はい、こちらシールドですね。はい、いやこれも綺麗に塗装されてますね。はい、続いてがハイブのこの翼ですね。はい、ハイブのバインダー翼。はい、でこちらはね、はい、ここにね、アラエーナプラズム収束ビーム砲、はい、そちらがついてます。これも色はね、綺麗だね。青なんだけれども、何色に分かれてんだろうな。画像じゃ分かりづらいけどね、3色ぐらいに分かれてんのかな。すごい綺麗。かっこいいな。続いてがね、クシフィアスレール4ですね。言いにくい。こちらですね、はい、腰部左右に装着されている武装ですね、はい、これは普通にこう展開しますね。あとはね、まあ、ちょっと雑ですけれどもね、まあ、ビームライフルの絵と、あとは手パーツがこんだけ入ってますね。はい、でダイザーですね。はい、こちら、いやすっごいミラーリング、いやこっちの顔が映っちゃうぐらいなんでね、ちょっと角度つけさせてもらいますが、いやすごいな。キラヤマト、プロデュースバイキラヤマトって書いてあるね。いや素晴らしい、綺麗だな。まあその前にね、一応ね、まあ本体のね、こう可動とかを見ていきたいと思うんですが、めちゃくちゃ硬いすごい硬い、めちゃくちゃ硬い。でもこんぐらい回るね。足もね、いやうわすっごい、こんな回る、なんだこりゃ。で足首のね、つま先とかのここもね、パーツが分割されてるんで、別々で稼働します。すっげえ、キャプテン翼のシュートを打つぐらいの角度につけれますね、これね。首の上下はこんな感じですね。で横はここが限界かな。あ、全然違う。あ、なるほど、一回転しますね。首は一回転しそうです、やらないけどで横、この腰とボディですね、これもここぐらいかな。結構硬いんでね、あんまやりすぎると壊れちゃいそうなんで、いやすごいこれ。はい、ということでね、一通りパーツとね、本体見てもらいましたが、早速取り付けてね、まあポージング、まあシンプルになると思いますけれどもね、ポージングを決めてみたいと思います。はい、武装を取り付けてね、ポージング決めました。いやー、自分の中ではね、これが一番シンプルイズベストかと思って、はい、ポージングしてみましたがね、いやいかがですかね。いやこれはね、今ね、いろいろね、ちょっと分度動したいんですけれどもね、まああんまね、ベタベタ触るとね、パーツとか本体の劣化にもつながるんでね、このぐらいにしたいと思います。まあ他にもね、ちょっとビームライフルとかねつけたんですけれども、なかなかいいポーズが決まらないんでね、このビームサーベル2連装、まあ、分かりづらいですけれどもね、後ろにもこうね、ビームサーベル突き出てますね。はい、まあ要はこの、まあ、劇中でもありますけれどもね、まあ、ビームサーベルを2つつなげることによってできるこの形態、
うん、めっちゃかっこいいよな。ということでね、今回の動画はね、簡単ですが以上となります。はい、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではね、この後回転台座に乗せてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。